Every year at Emmanuel College, Cambridge, we run our summer school in early modern Japanese paleography. For 2 weeks in August, this program brings together graduate students and scholars from all over the world and trains them to decode Japanese early modern materials. The crisis caused by the COVID-19 pandemic has deeply affected international travel. It has also put in jeopardy the possibility to share the same classroom in a lively atmosphere and to host social events as we would normally do. This forced us to postpone the 7th summer school in early modern Japanese paleography. Those who were admitted onto the 2020 program, however, were very keen in getting a chance to work on their paleographic skills. That is why we decided to launch the transcription project titled Tackling Pandemics in Early Modern Japan. Organized by Dr. Laura Moretti in collaboration with Professor Hashimoto Yuta and using the artificial intelligence platform Minna de Honkoku, the project aims at transcribing a conspicuous number of early modern books and ephemera dealing with smallpox, cholera, and measles. As the current COVID-19 pandemic has shown, human beings have been confronted with devastating pandemics throughout centuries. Reading about how people dealt with the horror and the trauma caused by pandemics in the past can help finding ways to tackle similar challenges in the 21st century. It is my pleasure today to introduce you to Professor Hashimoto Yuta, who will explain how the platform Minna de Honkoku works, how he developed it, and how it is used for this project. Hashimoto Yuta 先生のことをご紹介させていただきたいと思います。で、橋本先生、よろしくお願いいたします。まず、できれば、橋本先生の自己紹介から始めたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、橋本裕太と言います。今は国立歴史民俗博物館という、博物館に勤めていて、今回皆さんに使っていただいているみんなで本国の、開発を担当しています。で元専門はですね、デジタル人文学、英語だとデジタルヒューマニティーズって呼ばれている、分野を専門にしています。特にですね、歴史研究に、情報技術コンピューターサイエンスを応用するための研究をしています。まあ、みんなで本国もその一環として私の研究の一環で開発したものです。で、私今は専門はデジタルヒューマニティーズなんですけど、もともとの専門は科学史、ヒストリー・オブ・サイエンス、でした。そうです。私実は修士課程までは、19世紀のですね、数学の歴史を専門にしていたんです。しかも日本のことは関係なくて、ヨーロッパの数学。あ、そうでしたか。はい。視野が広いですよね。素晴らしいです。だいぶ専門を大きく変えたんですけど、でマスターまではそのヒストリー・オブ・サイエンスを専門にしてたんですけど、私の指導教官が、コンピューターサイエンスの出身だったので、私は学部生時代からプログラミングの訓練を受けていたんですね。で、修士課程を卒業してから3年間、民間でプログラマーとして働いていたことがあります。で、その経験を生かして博士課程では、今やっているデジタルヒューマニティーズ研究に、取り組んでいるといった形です。わ、素晴らしいですね。はい、さすがです。で、みんなで、本国というプラットフォームについて、ちょっとご紹介いただけたらと思います。なぜそれを作ったか、どんな目的で作ったかということについて、はい。じゃあ、みんなで本国について最初に簡単に、ご紹介、したいと思います。みんなで本国は、日本語の江戸時代以前に書かれたり出版された歴史資料ですね、そうした歴史資料を対象とした、市民参加型の、本国プラットフォームです。あんまり
この言葉は好きじゃないんですけど、いわゆるクラウドソーシングのシステムですね。クラウドソーシングで歴史資料を翻刻するということを目的にしている、システムです。で、このシステムはいつ作られたかというと、2017年にですね、京都大学古地震研究会という、私が大学院生の、頃に所属していたグループによって、開発公開されました。で、もともとみんなで翻刻はですね、特に、地震ですね、江戸時代以前に発生した、地震の記録を対象に翻刻を進めるプロジェクトだったんですけども、昨年2019年に、リニューアルしまして、地震災害の資料だけではなく、歴史資料一般を扱う、プラットフォームとして生まれ変わる、ことになりました。みんなで翻刻の特徴はですね、たくさんの人々が、資料の翻刻に参加するクラウドソーシングのシステムであると同時に、一種の教育システムであるっていう、ところが特徴です。具体的には今翻刻に参加していただいている皆さんがやっている通り、参加者がお互いに、翻刻したテキストを添削し合って、で、一種の、なんていうんですかね、添削のサービスを受けられるようなシステムになっている。はい。で、今の新しいバージョンではまだ実装されていないんですけども、古いバージョンの方だと、崩し字学習支援アプリ、クーラーっていう崩し字を学ぶためのアプリのコンテンツも、システムの中に入っていて、崩し字の読み方の基礎的な訓練も同時に受けられるようになっていました。で、現在のバージョンアップしたみんなで翻刻は、AAAF、インターナショナルイメージインターオペラビリティフレームワークに対応していて、世界中のさまざまなデジタルアーカイブから資料を取り込むことができます。で、現在ですね、みんなで翻刻の本体のサイトの方では、東寺百号文書、ユネスコ世界記憶遺産に指定された、中世の歴史の資料、のコレクションであるとか、それから、地震資料のコレクションであるとか、それから仏教関係の資料のコレクションであるとか、いろんなコレクションが登録されていて、現在9件のプロジェクトが、実施されています。それから、ですね、新しいシステムでは、CODH、センターフォーオープンデータインザヒューマニティーズっていう、機関と、それから凸版印刷という印刷会社さん、から、協力を、受けまして、崩し字を自動認識する AI、を提供しています。で、そして、翻刻作業するとき、AI で、この文字はどうやって読むのかなという、当たりをつけながら翻刻を進めていく。ができるようになっています。でですね、去年の7月にみんなで翻刻の新しいバージョンをリリースしたんですけども、現在までに900名近い方々が翻刻に参加してくださっています。で、はい。で10ヶ月で280万文字が、これまでに入力されています。はい、ちょっと長くなりましたけど、ね、いや、素晴らしいですね。やはりいろんな側面が含まれているということは、もうそれも一つの素晴らしいところだと思うんですけれども、やはり今おっしゃった話の中には AI、Artificial Intelligence が入ってきたんですけれども、我々はどうしても AI が人間の代わりに文章を読んでくれるでしょうというふうに思い込んでいるんですけれども、私としてはみんなで翻刻の一つの素晴らしい、点はやはり AI が代わりに読んでくれるんじゃなくて支援してくれるわけですよね。人間の必要性を否定してないわけですよね、ある意味では。それについてはどう考えてらっしゃるかということについてお話を伺いたいと思います。はい、モレティ先生もよくご存知の通り、最近の AI の発展のスピードってものすごくて、崩しの認識の分野でも、先ほどお話しした CODH とか凸版印刷さんが、
どんどん研究を進めていって、その認識の精度もどんどん高まっています。で、今後もどんどん、AI が、のパフォーマンスが向上していくことは間違いないと思うんですけれども、今後 AI が発展していくことで、もう研究者は崩し状を読まなくてよい、読む必要がなくなるということになるかというと、私自身はそうは思っていません。嬉しいです。というのも、でもまあ AI にはやっぱりAI の限界があるからですね。どういうことかというと、一つにはですね、AI はとっても便利ですし、人間が読めない文字も、読み方を教えてくれたりもするんですけれども、AI は文章の意味を理解しているわけではありません。少なくとも現在の AI は、ですね、文字の形だけを、元にこれはどの崩し字かっていう識別をしている、に過ぎません。ただ崩し字を正確に翻刻するには文字の形だけじゃなくて文脈とかですね、あとは背景知識が必要になる部分が必ず出てきます。例えばですね、よく知っている人間同士が送った書状、手紙ですね、手紙なんかだといろいろな、例えば人物名とかが大きく省略して書かれていて、その書状を書いた人間についてよく知っていないと判読できないという場合が多々ありますけれども、こうした文字を、そうした、テキストに出てくる文字を識別するには、やはり背景知識を分かってないといけない。多分 AI でも、まず、今の AI の仕組みではまずできないと思います。はい。そういう意味で、そうした文字に識別するのは少なくとも研究者がやらなければならないだろうと考えています。で、もう一つはですね、AI が、正しく、崩し字を識別したかどうかはやっぱり専門家が判定しなければいけないからですね。今お話ししたように AI の識別精度が 100% に達するっていうことは原理上、ないとは、思っています。で、そうするとどこが間違っているかを、きちんと把握しなければいけないわけですが、どこが AI が出力したテキストのどこが間違っているかを判定するのは、やはり専門家でないと、なりません。で、それは、AI 自身の発展についても、役立つはずなんですね。専門家が AI の、出力結果を検証して、でそれを AI の研究者にフィードバックするっていうことは、AI 自身の発展にも、必要です。というわけで、研究者も、今後も、崩し字を読める能力は必ず必要になってくるだろうと、思っています。でもうちょっとすみません続けちゃいますと、はい、どうぞどうぞ。むしろですね、私は研究者と AI と、そしてみんなで翻刻に参加しているような、必ずしも専門家ではない市民の方々がですね、お互いに支え合うような関係が一番ベストだろうと考えています。ですね、今からお見せするのは、去年のシンポジウムでお話しした、はい、時に使ったスライドなんですけども、はい、ここに書いてるような図の関係が私はベストだろうなと思っています。ちょっと説明させていただきますけども、はい、崩し字を読むことができる研究者や学芸員のような専門家のグループがいて、でこの人たちは、研究成果を出版公開することで、一般の市民の方々に、に貢献することができます。で、これに対して、専門家ではない市民の方々はみんなで翻刻のような市民参加型のプロジェクトを通じて、大量の、古文書を翻刻することで、専門家の、研究に貢献することができます。お互いがお互いに貢献するような、関係に、あると思うんですけども、そこに対してですね、AI っていう新しいアクターが出てきたわけです。で、この AI は市民と
専門家のグループどちらにも対してもお互い支え合うような関係になれると思うんですね。例えば市民の側はがみんなで本国で、本国したテキストは AI の訓練に使用することができます。で、それに対して AI の側は、市民の方々がみんなで本国を使って、資料を本国するときに崩しの認識機能を提供して市民の側をサポートすることができます。で、AI とそれから専門家の関係についてなんですが、専門家のグループは AI が、出力した内容を検証して、どこが間違っているかということを、AI 研究者側にフィードバックすることで AI 研究に、貢献することができます。で、AI の側は崩し状を識別する OCR なんかを提供して専門家の、研究の労力を減らすことができます。こうすることで研究者と AI もお互い支え合うような関係が、構築できるのではないかなと考えています。なので、はい、目指すべきはこういう形だと思ってるんですね。なので、みんなで本国の現在のバージョンを作るときもできるだけ、AI が人間を助けるっていうことを念頭に置いてシステムをデザインしました。いや素晴らしいです。やはり非常にこう支え合えるような世界を作ってくださってるわけですよね。それは非常に素晴らしいわけです。はい、ありがとうございます。非常に分かりやすい説明でありがとうございます。で、みんなで本国というのは市民参加のことを考えて開発なさったんですけれども、今回はちょっと例外で市民というよりも参加者は我々が毎年のように開催させていただいているサマースクールの、参加者ですね。で、主に院生で、主に外国で、日本語、日本文学、日本の歴史とかを学んだりする学生か、もしくは外国で活躍していらっしゃるいろいろな学者さんたちですよね。それに今回 のプロジェクトで扱う資料は、主に放送、もしくは端かなどと関連している資料ばっかりですよね。なので、今回のプロジェクト のアイディアにどうして応じてくださったか、でなぜこの資料を翻刻する価値があるか、で外国で活躍している学生さんたちとか学生さんたちと一緒に仕事をすることによって、初めてこうお気づきになられたことってありますでしょうか。である意味では我々はどうや何かこの良い循環の中に入れるのでしょうか、何か提供できるのでしょうかということについてお考え、聞かせてね、お聞かせ、ね、できたらと思います。はい、今回のプロジェクトの、意義についてですが、やっぱり今この新型コロナウイルスが世界的に蔓延しているっていう状況の中で、この江戸時代以前の疫病の資料を読むってことはいろいろな価値があると思います。やっぱり過去の人々が過去のこの場合は日本人ですけど、どのようにして感染症 と向き合っていたのかって明らかに、どのように感染症に向き合っていたかを明らかにすることで、いろいろ現代の我々にとっても、メリットはあると思うんですね。例えば今疫病そのものというより、疫病が原因で、社会的な動きが世界中で起きてますけども、過去の、人々が江戸時代に生きた人々が、どのように疫病に対応したかということを知ることで、現代の我々もどのように疫病に向き合っていくかということの何かしらヒントが見つかるかもしれないと思っています。というわけで、参加者の方々が、どんどん報告してくれて、その内容を、たくさんの人々とシェアすることを楽しみにしています。
で、それからもう一つ、今回のような、世界中にいる日本研究の専門家の方々と学生さんたちと一緒に働くっていう、ことについてですが、もともとみんなで翻刻は先ほどお話ししたように、教育と関わりが深いプロジェクトなので、今回のようにトレーニングのために使ってくれることは、私としては非常に嬉しく思っています。で、やっぱりですね、海外の、日本語がネイティブではない方々が崩し字をスラスラ読んでるのを見ると、とてもびっくりしますね。みんな熱心にやってるんですよね、本当に。はい、もっと日本でも関心が、こういう活動があるんだということを、知ってほしいなと思っています。で、まだプロジェクトが始まってから1週間と少ししか経っていませんけど、すでにモレッティ先生を通じてたくさんのフィードバックをもらっています。サイトの英語化をするときにも、チェックをしていただきましたし、あとは参加者向けの、参加者が情報交換するためのフォーラムが必要であるとか、あとは初心者の方々のためにコメントをたくさん書くと、コメントを英語でたくさん書くと見づらくなってしまうとか、いろいろなフィードバックをいただきました。で、こういった情報はすごく開発の参考になります。例えばモレッティ先生が最近、スラックを開設して、参加者の情報交換用に、使い始めましたけども、これは非常にいいアイデアだなと思って、みんなで翻刻本体の方でも、スラックを実は開設しまして、情報交換に使い始めています。まあ、そういった意味でまだ1週間なんですけども、すでにフィードバックをたくさんもらっているので、今後の、展開が非常に私にとっても楽しみです。特にこういうクローズなコミュニティで、活動しているということは、やっぱ直接参加者の声が聞きやすいってことですよね。あ、なるほど。なかなか、ね、不特定多数の人々が参加していると、直接どこが、どの機能が使いやすかったとか、どの機能が使いにくかったとか、そういう情報を得るのがちょっと難しいので、今回のように、モレッティ先生を通じて、フィードバックを聞いたり、参加者の方に直接、スラックで話を聞いてもいいでしょうし、そう考えていただけたら嬉しいんですけど、でも実はやはり参加者の皆さんはこのみんなで翻刻のプラットフォームの、使いやすさにすごく感激していて、どんどんハマってきてるんですよね。でやはりプラットフォームはいかに素晴らしくこうデザインされていたか、開発されていたかとのおかげだと思いますし、あと橋本先生の素早いサポートは、実に素晴らしくて、でこの間魔法のボタンと呼んでいるんですけれども、魔法のボタンを設置してくださったという おかげでもう本当に入力はやりやすくなりましたので、みんなすごく喜んでくれていたんですよ。はい、ありがとうございます。嬉しい。で最後に なりますけれども、今はどうしても21世紀で、先ほどのご説明の中にも入っていたんですけれども、やはりアーティフィシャルインテリジェンス AI がどうしても需要になってくるし、どんどん進歩していくし、デジタル化もどんどん進めている時代なんですけれども、じゃあ一体その時代の中にはどうして我々の大好きな和本原本に接触する必要が残っているか、まだ必要があるかということについて、どういうふうにお考えでしょうか。私はデジタル寄りの人間なんで、あまり実は原本に触れることはないんですけども、やっぱり原本に直接触れる、観察するってことは非常に重要だと思っています。やはりですね、資料をデジタル化することで、インターネットがあればどこでも見れるようになりますし、非常に便利ではあるんですけども、デジタル画像化することでたくさんの情報が落ちてしまうと思うんですよね。そもそもコンピューター上で表示されている色が
元の原本の通りの色とは限りませんし、それから、あとはですね、よく歴史の人の話を、聞くとですね、資料がどのような状態で保存されていたか、どのような資料のどのようなコレクションというかどのような配置で保存されていたかとかですね、そういうデジタル化された画像には入ってこない情報も、歴史研究の上では非常に重要な情報になると聞いています。なので、プロの研究者にとっては非常に、重要な、原本に作れるということは非常に重要なことだと思っています。あとは、和本については和本がどのような想定になっているかとか、どのように刷られているかっていう、どのように、印刷されているか、どのように束ねられているかっていう情報も非常に重要になってくると思います。私はちょっとその分野は専門家ではないので。いやいや、でも、みんなで本国の素晴らしいところは、やはり本国は、そのデジタル化された原本の隣に、ある意味では隣に、並んでいるわけですよね。原本のイメージの上に重ならないわけですよね。でそれはもちろん原本じゃないけれども原本のデジタル化を通して原本に接触する形にしてくださっているかと思いますので、そのプラットフォームがだからそれも実に素晴らしいなというふうに思います。はい、これからプロジェクトが長い、まだまだ長いですよね。10月31日までということで長い、お付き合いになるんですけれども、いろいろと教えてください。ご協力とお願いいたします。あ、こちらこそいろんな参加者の方々のフィードバックを楽しみにしているので気軽にここが使いにくい。はい、ありがとうございます。で最後になんですけれども後ろにあるフィード、はい、後ろにある画面がそれについて説明していただけますか。はい、ですか忘れてましたこれはですね、アマビエっていう妖怪の、絵ですね。最近日本で非常に話題になった妖怪で、これはですね、黄河3年4月にですね、肥後国、今の九州ですね、の会場に現れて、現れたという、そういう言い伝えがある妖怪です。で、現地のですね、役人にですね、私もし疫病が流行った時には私の姿を書き写せと伝えたらしいんですね。でその結果今、ソーシャルネットワーク、ツイッターとかフェイスブック上ですごく人気になっていまして、いろんな人がこのアマビエのイラストを投稿しています。なるほど、効果があればいいんですけどね、本当に、はい、そうです今日は本当にお忙しい中インタビューに応じていただいて本当にありがとうございました。このような形で一緒に仕事させていただいているのは本当に光栄に思っております。これからもよろしくお願いいたします。はい、お願いします。